まああのね、シロちゃんはね、まああの何回も出てますけども、で、メメメはどうですか？メッセージくれた、嬉しい。いやもうメメメ、なんだよメメメってさ。もっと呼んで。何メメメってマジで。なんだよその攻めた名前は。そうかな、普通だよ。攻めてるよ。あ、まあ2回目でしょうかね。じゃあ反響的なものあったりするんですか？そう、反響すごい面白かったっていう感想をいっぱいもらって、で、メメメもあれからあの汗のことを意識するみたいな喋り方だな。なあ、すげえバカ丸出しの喋り方じゃねえかよ。そんなバカみたいだっけ？バカじゃないよ。本当？頭いいよ。ああ、そう。頭いいってやつ本気のバカだからね。今回のガリベンガー V はこの3人。挑んでもらう超難問がこれだ。 V 今回はですね、人体の謎に迫ります。超難問千本ノックですね。 V 特別講師を紹介させていただきます。文教学院大学教授の樋口先生です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、千本ノックの最初の難問なんですけども、はい、それはのどちんこというものですね。のどちんこは何のためについてるのという質問です。のどちんこね、どうですか皆さんあんの、ちゃんとのどちんこは。たまちゃんない。ないないの？あるよ。口の中見ないと分かんないですよ、そののどちんこ。ここはのど仏だからね。先生見たいんですか、私の口の中。あ、いやいや、もし見してもらえるのであれば。先にお母さんに挨拶に行ってください。そんな大層なもんじゃねえよ。口の中いるくらい大したことねえだろ。なんでわざわざその親に挨拶行くんだよ。もし結婚するときなんかじゃどうすんだよ、そんなの。墓場のじいさんまで挨拶行かなくちゃいけないもんな。大丈夫、喉がついてるからもうあのチンコは OK なんだよ。そうだよ、チンコのみはダメだけど前に喉がついてるから OK だよ。わかった。そう、のどチンコさんが、いざチンコさんってつけたらまたの人、それはそれで少しリアルになるんじゃん。余計なもんつけるから。まあいいよ、喉でいいよ。じゃあ喉で。喉ね、あれいざなかったら寂しいでしょ。まあまあ寂しいね、ちょっとなんか物足りないかもしんないね。そうそう、だからそう、飾りだね、あれはね。あ、飾りなくてもいいとは思う。なるほど、喉の装飾品。そう。さあ、そしてね、まあまあ答えは先生ね、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。そうですね、これはですね、あの口から飲み込んだものが、鼻の方に入っていかないようにするためなんですね。なるほどね。そうなんです。めっちゃ大事。便みたいなもの、ね、そうなんです、便みたいなものですね。あ、そっちの便。うんこなわけねえだろ。なあ、どうした今日、チンコだうんこだって。なんかそういう回なのかなと思ってびっくりしちゃった。便なわけねえだろ。なんで喉にうんこがついてんだよ。バカじゃないの、あなたたち。本当に鼻つまんでメメメって。鼻つまんでメメメ、メメメ。かわいい。めっちゃかわいい。中学校じゃねえんだよ、ここ。メメメすごいね。ボコタメメメじゃん。ボコタメメメ。やば。どうですか、理解できましたか。もっとやってほしい。何をだよ。じゃあメメメもみもみって言って。メメメもみもみ。先生、何言わそうとしてるんですか。なんすか、メメメもみもみって。喜ぶと思いますか。メメメもみもみ。そんな面白いかよこれ。メメメもみもみ。いいな、これで爆笑取れんだから VTuber は。めっちゃ面白いよ。いいな、羨ましい。こんな盛り上がる。メメメ